川崎機61三式戦闘機、飛燕台湾、松山飛行場中屯の第37教育飛行隊所属の三式戦1型、高三式戦闘機は第二次世界大戦時に大日本帝国陸軍が開発し、1943年に正式採用された高速戦闘機である。開発、製造は川崎航空機により行われた。設計事務者は、ドイタケを 副主任は大和田信である。当時の日本唯一の量産型液霊戦闘機であり、ドイツの液霊航空エンジン DB601 を国産化したハ4 0を搭載した。防弾装備のない試作機は最高速度時速 590km を発揮した。主翼より後部の機体下部にラジエーターダクトを搭載し、機体の空気抵抗低下と冷却効率の両立を測った。 しかし量産機では防弾装備や燃料タンク等を追加したため低速化してしまいアメリカ軍に最も食いやすい戦闘機という印象を与えている。また基礎工業力の低かった当時の日本にとって不慣れな液冷エンジン派40は生産、整備ともに苦労が多く常に故障に悩まされた戦闘機としても知られる。波40の性能向上型である波140の エンジン生産はさらに困難であり、これを装備する予定であった三式戦闘機2型は、わずか99機しかエンジンが搭載できず、工場内に首なしの三式戦闘機が大量に並ぶ異常事態が発生した。この事態に対処するために星型空冷エンジン波112-2を急機を搭載した五式戦闘機が生産された。所沢航空発祥記念館の波四十。 ハイ40は倒立エンジンであるが、画像では、エンジンの上下が逆に展示されている三式戦闘機は、太平洋戦争に実戦投入された日本軍戦闘機の中では、唯一の液冷エンジン機である。当時、同盟国であった、ドイツ国のダイムラー・ベンツ社製、DB601 エンジンは、BF109E に搭載された千馬力急航空エンジンであった。日本陸軍は、 この DB601 をライセンス生産し、ハ40として3式戦闘機に搭載した。空冷エンジンが主力であった日本軍機の中にあって、本機の外形は、水冷エンジン装備機特有の細身なデザインを持つ。開発者の同意によれば、出力が同じ場合、液冷戦闘機の抵抗面積は、空冷戦闘機に比べて20%程度も減少し、速度は6%向上するなど、 空力的にも優位な形状であった。ただしラジエーターを要する分重量が増すのが欠点である。搭載エンジンと機体形状から和製、メッサーとも呼ばれたが、機体設計は川崎設計陣が独自に行ったものであり、左右一体型の主翼と胴体の接合法、ラジエーター配置、主脚構造などが BF109 と大きく異なり、共通点はエンジンと後に、 本機の一部が装備した MG15120 機関砲程度である。1940年2月、陸軍は川崎に対し、波40を使用した重戦闘機機60と軽戦闘機機61の試作を指示。機60は1940年2月から、機61は12月から設計が開始された。機60は不採用となったものの、 1941年12月に初飛行した木61試作機は最高速度時速 591km を発揮し、総合評価で優秀と判定されて、直ちに正式採用が決定された。この数値は設計主務者の土井の観点から見ても全くの予想外と評された。しかし、先行して試作され不採用となった木60の経緯と同様、 水冷エンジンに対する日本の生産能力と整備には問題があった。DB601 は日本の基礎工業力や材料の乏しさから生産が難しい精密な構造のエンジンであったこと、日本の整備兵は複雑で高性能な液冷エンジンに不慣れで整備作業そのものも難しいなど運用側にも負担となったことが安定した稼働と飛行、空戦能力、 作戦立案と実行に強く悪影響を及ぼした。海軍では DB601 のライセンス生産品である厚田を採用し、水性艦上爆撃機を量産化していたが、同様にエンジンの不調による稼働率の低迷に悩まされた。さらに、陸軍で採用されたハ40系のエンジンは、量産開始後に陸軍からニッケルを使用材料から外す決定が下されるなどしたため、 部品強度が落ちた。そのため本機の量産と運用にはなお右与曲折が存在した。試作名称である基番号は期61であった。正式名称である三式戦闘機という故障は後期2603年に正式採用されたことに由来する。正式制定は1943年10月9日。実際には1942年中に量産を開始しているが、 二式には、二式単座戦闘機と二式複座戦闘機がすでにあり、半雑となるため1943年正式化とされたと、される。愛称は、非縁、舞台での故障、略称は三式戦、六一、木の六一、六一戦などがある。川崎社内では、六一と呼ばれたが、二型登場後は、一型、二型と呼ばれるようになった。愛称の、 飛燕は1944年後半に発表されたとする文献もあるが、1945年1月16日付の朝日新聞において本土防空に当たっていた飛行第244戦隊の活躍を報じる記事で発表されている。その記事では、その軽妙俊敏さは、あたかも青空を切って飛ぶツバメにも似ているところから、飛燕と呼ぶことになったとしている。 なお怒りの資料によれば、1945年1月の時点で、川崎航空機の年表に相性が見られるともされる。また、世界の傑作機陸軍三式戦闘機飛演では、高アスペクト比を持つ細長い主翼を持つ独特のスタイルに由来すると解説している。連合軍におけるコードネームはトニーであった。これはアメリカでは、イタリア系移民の典型的な名前とされ、 当初、アメリカ軍が指したる根拠なく、本機を日本の同盟国である、イタリア空軍のマッキー MC200 人のコピー機と誤認したことにちなんで名付けられた。本機の印象、特にファストバック型キャノピーが BF-109 に類似すること、及び同系統のエンジンを搭載していたことから日本でも和製、メッサーと呼ぶあだ名があった。 製造中の三式戦闘機総生産機数は各型、合わせておおよそ3150機であるが、うち275機の機体が五式戦闘機に転用されたため、三式戦闘機としての実数はこれよりやや少なく2875機前後となる。総生産数は諸説を列挙する。なお二型は通説では増加試作機三十機及び量産型七十四機が、 生産されているが、文献により413機アルファ機であるとする説もある。一般に、中島飛行機の一式戦闘機が5751機、同じく中島の四式戦闘機が約3500機生産されたとされているので、その発動機の生産に多大な問題を抱えながらも、太平洋戦争世代の陸軍戦闘機としては、第3位の生産機数を誇る。 ただし97式戦闘機も1943年までに通算3386機が生産されており、それも含めるなら4位である。なお、旧日本軍全体では海軍の0式艦上戦闘機が1400機程度生産されており、これが1位となる。川崎は複数の工場を持っており、機体は岐阜工場、エンジンは明石工場で生産されていた。 三式戦一型1940年2月、陸軍は川崎に対し、波40を使用した重戦闘機機60と、軽戦闘機機61の試作を指示した。機60の設計は1940年2月から、機61の設計は12月から開始された。設計は、両機ともに、土井武雄が担当した。機60は BF-109E と、 骨角以上の性能を示したものの、他に合同試験された二式短座戦闘機の方が有望であり、何より機61の方が良好な性能を発揮していたため、正式化は見送られている。機61の設計コンセプトは、航空兵器研究方針における重戦、軽戦のカテゴリーにこだわらない万能戦闘機で中戦とも呼ばれた。当時の陸軍は、 軽短座戦闘機に旋回力と上昇力を求め、さらに 12.7mm 機関砲の搭載も要求したことから、必然的に陸軍内の議論で発生した後ともされる。副主任の大和田が、戦闘機は総合性能で敵に勝っておらねばならず、軽戦、重戦で分けるのは不合理だと語り、また、これが川崎の開発チーム共通の理念であった、ともしている。 そもそも開発チームが中戦と呼んでいたとする文献もあるなど、川崎側が発祥であるともされる。土井自身は陸軍の軽戦闘機思想にこだわらず、木61を理想的な戦闘機にまとめ上げようとしたと語っている。またこの考えの裏には、かつて土井が設計を担当し、高速性を追求した軽戦闘機機28が1939年の 競争施策で旋回性が劣ると指摘27に、敗れた経緯も影響したと指摘する説もある。土井は地震策であった木28について、当時の陸軍が一撃離脱戦法を知っていればと述べている。また、その反動からか、一度は95式戦闘機の改良版ともいえる降着装置を引き込み式とし、最大速度時速4 8 0トルに達する。 高速の服用機を計画したこともあった。しかしこれは、その後廃案になり、三式戦闘機案に変更されている。1940年9月頃には、細部設計が開始された。なお、開発初期の1940年5月頃に、土井は、この時期から機61を、空冷エンジン搭載機とする可能性に研究したと、する文献もある。 木型審査は1941年6月に行われ、試作機は1941年12月に完成始発飛行を行った。木61は木60と同系統のエンジンを使用しており、陸軍側もあまり期待していなかったとする資料もあるが、この審査では木60や BF-109E の速度を時速 30km 上回る。 時速 590km を発揮した。これは設計者のドイスらも全く予想外の高性能だった。なおこの時期の陸軍戦闘機は、軽戦闘機である一式戦闘機は時速 495km ないし時速 515km、重戦闘機である二式短座戦闘機でも時速 580km の最高速度しか持たなかった。 このため1942年10月には毎日航空省が1943年12月には陸軍技術有効賞がドイト大和田に送られた。1936年ドイツで液冷千馬力急航空エンジン DB601 が開発、生産された。これは下級機に流体継ぎ手を採用し、キャブレターではなく燃料噴射装置を採用するなど、 先進的な機構を備えたエンジンであった。日本陸海軍はこのエンジンに興味を示し、海軍側は愛知時計電機が、また1939年1月には、川崎航空機が、おのおの50万円でライセンスを購入し、日本国内での生産を行うこととなった。川崎のいかけ谷社長が土井に語った段として、アドルフ・ヒトラーは、この購入に関し、 日本政府として購入すれば50万円で済むのになる、胸のことを発し、また、日本の陸海軍は敵同士かと洗ったともされる。渡辺などによれば、当時の陸海軍の反目がエスカレートしており、別々の購入に至った。また、林の文献によれば、海軍と陸軍は、購入に関して、別々に交渉を続けており、ザイベルリン海軍事務所からザイベルリン日本大使館、 陸軍航空補佐官、加藤敏夫中佐に、すでに海軍側が政策権購入の交渉を始めたので手を引いてくれとの電話があったとの逸話が紹介されている。また、怒りの文献では、ダイムラーベンツ社が、道徳上同じ国に二度もライセンス料を払わせるわけにはいかないと一旦事態を申し出たことが記述されている。以上は、ライセンス購入に再飼育海軍の対立の 定説として語られている天末であるが、軍事視野であるコミネ文造は以下のような説を著述している。DB600 は愛知がライセンスを購入したものの、愛知が陸軍にエンジンを供給することが許されていた。また、DB601 については、愛知、川崎とも1社のみで全軍に供給できるだけの生産力が期待できず、2社で生産に当たるのはやむを得なかった。 二社で生産する以上ライセンス生産量も二社分支払うのが契約上当然であり、また他の発動機も陸海軍で共用している状況から d b 六百一の経緯のみに注目して対立の根拠とすることはしがたいとしている。ライセンス生産にあたり、ドイツから日本に輸入されたのは利消出力百七十五馬力の d b 六百一 a a で燃料噴射装置の特許を持つ母主社が ライセンス生産を認めないなどのトラブルがあったものの、1940年12月、波40は完成を見た。量産型の完成は1941年7月、書類上では同9月である。なお、川崎側の資料など、一般には、試作機には、最初から波40が搭載されていたと言われているが、審査を担当した荒牧義次郎は、 3号機までは輸入した DB601AA を搭載していたと証言している。また、ハ40を搭載した4号機からは、下級機の不調が多かった。量産型第1号機は1942年8月に完成した。液冷エンジンを搭載したため機種が長く、地上での前方視界は良いものではなかったとする文献もある。主翼は、全幅12メートル。 面積20平方メートル、アスペクト比7.2という高い比率の翼形を採用した。当時の戦闘機は、アメリカ軍の戦闘機 P-51B 型で、アスペクト比は5.9、BF-109E で6.0、0式艦上戦闘機は6.4であり、日本陸軍が運用していた他の戦闘機、1式戦闘機、2式短座戦闘機、 4式戦闘機も6.0から6.08程度となっている。これらと比較して3式戦闘機の主翼はアスペクト比が高い。これは、翼面荷重を低めるよりも、翼腹荷重を低めた方が、高速性能、運動性能、及び高高度性能を確保できるという土位の設計思想によるものである。長大な翼腹から来るロール性能の低下は、 補助翼の設計でカバーした。なお、翼面荷重は1 4 7キログラム平方メートルで、一式戦闘機の1 0 0ラム平方メートルよりは大きいが、二式短座戦闘機の1 7 1ラム平方メートルよりは小さい値である。またこの主翼のシュゲタは、左右一体構造で作られた頑丈なものであった。当時、シュゲタは、相型断面のものが多く用いられていたが、 三式戦闘機のものは、缶型のアルミ合金を二重にしたものを、前後のウェブで上下に組み合わせ箱型としたもので、フランジ部は結合された、主翼小骨のものも合わせて三重となっており、その上内部にもトラスが組み込まれるという頑丈なもので、荷重試験では総重量 2950kg と、仮定して主翼 25G をかけても破壊されず、それ以降の試験を中止した。 強度課題であることから、性能向上のために、主翼の軽量化が検討されたが、機61は、すでに十分な性能を示していたために見送られた。三式戦闘機は当初計画の 2950kg から、最大で2型の 3800kg にまで、総重量が増加しているが、この年齢の主翼の設計変更は、必要がなく、生産が滞ることはなかった。なお、 後方には T 型または L 型をした補助ゲタも設置されている。全幅の広い主翼を用いたことから、主脚のスパンは4.05メートルと硬着に際して十分に安定したものであり、荒れ地での運用に耐えられるものであった。そのため、胴体下部は引き込まれた主脚のタイヤと硬着装置で占拠されることなく、燃料タンクやラジエーターの偽装が容易となっている。 主翼は片側6本のボルトで胴体に取り付けられているが、これは FW190 や P-51 と類似した取り付け方法である。またこの部分は平らに成形され、将来機体に改造が行われて重心が変わっても、主翼位置の前後修正による重心位置調整が容易である。なお開発時に土井義の不適切な対応もあり、急降下時に補助翼が、 フラッターによる振動でちぎれ飛ぶという事故が発生しているが、無事着陸に成功しこと泣きを得ている。三式戦闘機の胴体及び機種は、日本では一般的滑大直径の空冷性型エンジンを搭載した各種戦闘機と比べ、液冷エンジン搭載の利点が出たものとなった。全幅は 840mm である。記録0より、全高は 100mm 抑えられ。 1360mm であった。こうした小型化は空気抵抗を減らして高速化に効果がある。機体の分割部分を減らし、生産性の向上とともに強度と軽量化の両立を図ったのも特徴である。胴体は4本の縦貫通材を骨組みの取材とした。ただしこれらは尾翼直前の第10年がマちで分離されており、立体構造ではない。 この構造は生産性向上に役立ったとされる。本機は量産性にも配慮がなされ、主翼取付法も生産性を高めたほか、飛行機の外形を作ってから工員が中に入り、内装を行う従来の手順を改め、各モジュールを内部まである程度作り上げてから、最終的に組み立てるシステムが取られた。これは P-51 の生産手法と同等のものである。 機体構造はセミモノコック構造となっており、また発動機化は通常の交換で組み上げたものでなく、前方で胴体と一体構造を、いわばモノコック形状ととなっている。これは一体構造の主翼と、相まり高加限界速度が時速 850km まで許容されるなど、機体強度は非常に頑丈なものであり、また重量軽減にも貢献している。いによれば、 速度計は時速 700km までのものが採用された。ただし時速 780km まで計測できたとの証言や、後に時速 1000km までの速度計に変えられたとの証言もある。この構造は重量軽減にも非常に有効だったとも言われる。設計シュムの同意によれば、三式戦闘機が空中分解を起こした事例は一度もなかった。また、 真偽不明であるが、土井は同じ文献で3式戦闘機が音速を突破したケースがあると耳にしたと表している。機体が頑強なことから富士にも比較的行いやすかったと証言したパイロットもいる。液冷エンジンに不可欠なラジエーターについてはラジエーターで衝術する。視界が得られる累積型風防が中心の日本軍機として珍しく、 キャノピー後部と胴体が一体化したファストバック方式が取られている。この形式は空力学的に有利であるが広報視界が制限され空戦時に不利となる懸念があった。視界に関し実戦部隊から取り立てて指摘はなかったとする文献とあったとする文献がある。また全下法を覗き見るための窓が設けられたが土井によればこのキャノピー形状と全下法を覗き見る ための窓は BF-109 からの流用である。なお、対戦末期、おおよそ1944年12月以降に作られた機体、あるいは五式戦闘機に改造された機体については、日本で一般的な類的型風防に改められている。よくかに落下増層を搭載した三式戦闘機。風防は、ファストバック形式三式戦闘機の航続距離は8時間以上。 3 2 0 0トルを飛行可能であった。長大な航続距離を有する霊式艦上戦闘機に匹敵する飛行能力を持つ。燃料は胴体内タンク及び左右各2つの翼内タンクに820リットルの燃料を収容し、さらに領収翼に200リットルの増装を検証して、総計1220リットルの燃料を確保した。ただしこれは、 量産型では機体に755リットル、増装を合わせて1155リットル搭載。航続距離は7時間40分、または3070キロメートルと、若干低下している。泉では1型初期の燃料搭載量は増装を、含め935リットルとしている。増装を検証すると最高速度が、時速80キロメートルほど低下したという。しかし1943年、 当時上枠にあった実戦部隊第14飛行団では進行行動半径を 550km と判断しており実戦レベルでは航続力が低下していた傾向がある詳しい原因は不明だがエンジンの不調や整備不良が想定されるまた第14飛行団では被弾炎上の危険性を避ける観点から胴体内増設タンクを下ろしていたともされる 日本陸軍では 20mm 機関砲の開発が遅れたために武装は 12.7mm 機関砲、保百三を採用した。しかし、保百三とて正式採用は1941年であり、この時期の保百三の信頼性には懸念が持たれており、採用は機種の2門にとどめ、主翼の2門は 7.7mm89 式固定機関銃を装備している。 防御に関しては燃料タンクは被弾に対して若干の防弾能力が付与されている。308機目までは 3mm 厚のゴムと 10mm 厚のフェルトでボールをしており、388機目までは上面 9mm、側面 6mm 厚のゴムで覆われた。量産機は1942年末までに34機、エンジンは65台が完成した。 試作時、三式戦闘機は最高速度、上昇力、旋回性のすべての比較領域において BF-109E を凌駕した。特に最高速度は時速 30km 有速であった。1942年秋頃、フッサで戦闘機研究会という名称の比較試験が行われた。内容は日本陸軍戦闘機及び月光。 ライデンなどの日本海軍戦闘機と PE-40E、ハリケーン、BF-109E など諸外国機を集めて性能比較を行うものであった。記6 1は速度の優勢のほか旋回半径の小ささで外国機に比べてまさり格闘戦では有利と考え得るものであった。海軍側は3戦闘機に関し座席よし、やや重きもり合いよし、 安定性予し、前方視界足、上昇足、急降下時は、舵が非常に重いが座り、出足ともに、よし、と評価している。三式戦闘機の操縦性には特筆すべき癖や問題はなかった。補助翼、昇降打の操作には、ロッド式が採用され、方向打には、操縦作式が採用されている。1942年12月21日の、 戦闘機研究会、または秋に、フッサの陸軍航空審査部で行われた陸海軍試作機の互い乗り研究会では、本機に試乗した海軍パイロットの一人が、ソーダ系統の良好さに驚き、こんなによくできた火事を持った飛行機に乗ったのは初めてだと陸軍にその秘密を質問した。陸軍側はそれに答えられなかったが、 同席していた土井の答えは、液冷戦闘機独特の縦に細長い、長方形状の胴体形状が一番大きく影響しているのでは、というものであった。本機の効果制限速度は時速 850km と非常に頑丈な機体である。軽量化を強く追求した冷戦52型以前の、機体は効果制限速度が 時速 670km であり、01052型港でも時速 740km である。3式戦闘機は離小出力1175馬力のハ40を搭載する戦闘機であり、1型港の全備重量は 3170kg である。同質のエンジンを搭載する BF-109E を上昇力で量駕すると説明する資料があるものの、 大塚の文献中の表では、三式戦闘機は、全備重量 3170kg で6000メートルまでの上昇時間が8分30秒、BF-109E-7 は 2540kg で7分30秒、BF-109 回は 2780kg で6分30秒となっている。出力不足は特に上昇力の不足となって性能に現れた。 特に燃料満載状態では護衛するはずの爆撃機に劣る上昇力しか持たなかった。また上昇力の不足は前述の戦闘機研究会で海軍側の指摘にも現れている。三式戦闘機が配備された頃にはアメリカ軍機も高速、重武装化しており必ずしも有利なものではなかった。上枠の第14飛行団のパイロットの証言によれば P-40 とは互角、またはそれ以上に戦えた。しかし、P-38 と対戦した場合、速度は P-38 が有利で機動性は3、式戦闘機が有利とであり、空戦性能で互角だが、火力面で不利があった。さらに、P-38 相手には、列速であり、格闘戦に持ち込めば勝てるにせよ。 アメリカ軍機の一撃離脱戦法は格闘戦そのものを発生させず持ち込みようがなかった。したがって三式戦が勝つ手段は奇襲以外に打つ手がない状況であり、多少弾を当ててもアメリカ軍機は防弾性能が高く落とせない、また搭載する無線機が使い物にならず体内での連携に円滑を欠いて大きなハンデがあると相当な苦戦を見ていた。また、 米軍の捕虜となった飛行第77戦隊のパイロットが語ったところによれば単独空戦であれば隙を突くこともできるが変態空戦では全く勝ち目がないと感じていたという陸士第55期後年の統合幕僚会議議長となった武田五郎隊は飛行第244戦隊で三式戦に登場した彼は 本機の欠点を離陸の時に前が見えないことと上昇速度が遅いことと指摘した。パタクセントリバー海軍航空基地でテスト飛行中の機体当初アメリカ軍は本機が BF-109 である可能性を推測したが BF-109 のラジエーターは主翼に設置されており形状が異なるために何の根拠もなく日本の同盟国であったイタリアの末期202のコピーと判断していた。 このため、三式戦闘機には、イタリア系移民に多い、トニーというコードネームが付けられた。その後の調査で、日本のオリジナル機と分かり、1943年11月の航空機識別帳に修正して記載された。アメリカ軍のパイロットには、三式戦闘機とは戦いやすかったとし、あるいは対決を好んだ。 火力と効果性能は従来の日本機より優秀だが上昇性能、速度性能ともに優れてはおらず、旋回性も P-40 に対して互角であり、総じて P-40N と互角と判断していた。また、P-38 から見れば三式戦闘機は他の日本戦闘機に比べて多少有速だが P-38 の最高速度に及ぶものではなく、 さらに格闘戦も他の日本機より苦手であるために対戦しやすかった。そして特に高度6000メートル以上では P-38 の方がずっと高速だった。なお、P-38 は常に4機または2機変態を崩さずに戦闘を行うことを胸としており、 また 12.7mm 機関砲4門に 20mm 機関砲1門という強力な武装を備えていたことから、日本陸軍の主力である一式戦闘機、州外手にはその貧弱な武装から、そして日本軍機の機動力を無視して、私有を消せられる、真正面から向き合い攻撃し合う対進攻撃を好んで用いていたが、三式戦闘機は一式戦闘機に比べて、 格段に強力な武装を持っており、さらに液冷戦闘機特有の比較的小さな前方投影面積もあり、この戦方の有効性は損なわれていた。ただし三式戦闘機は敵機が他の日本機、例とすれば零式艦上戦闘機や一式戦闘機に対して取った戦術同様、高価で離脱しようとした時、特に比較的低高度では、これに食いつくことができた。 一方、ニューギニア方面の P-38 のパイロットからは、三式戦闘機は水平飛行で P-38 に追いつける機体という報告もなされており、高度6000メートル以下の高度域で退治したパイロットからは、P-38J のエンジンを全開にして、数分間追っても逃げる三式戦闘機を捉えることができなかったという報告や、 一式戦闘機ならすでに引き離している状況でも、三式戦闘機は必要に食いついてくることに驚愕する報告が複数なされている。1944年のフィリピン戦で三式戦闘機を相手とした、第六回のパイロットも、他の日本機より戦いやすかったとしているようだ。ニューギニアで三式戦闘機と戦った、アメリカの第35戦闘飛行隊。 P-40N のパイロットらも P-40N に勝る機体ではない。運動性の高い一式戦闘機の方が怖い。火力と高加速度は従来の日本機より上だが上昇性能と運動性能は劣っており、加速性能も良くない、などと証言したという。だが、前線のパイロットからの評価と対照的に、アメリカ軍が1943年に路角機体を用いた評価、 試験の結果、陸海軍合同識別帳がまとめられ、この資料の中では三式戦闘機を重武装と良好な防弾性能を備えた素晴らしい機体と高評価している。また、日本本土での迎撃戦において最も活動したのはトニーであったと評している。この識別帳の1943年11月版では、 最高速度時速 584km、武装 12.7mm 機関12問、7.7mm 機関12問と、日本側の数値と矛盾しないデータが示されている。また1944年8月版では、武装を 20mm 機関方2問、12.7mm 機関12問とし、同時に最高速度を時速 573km に減じて、 収録されている。なお1945年のレポートでは、8 4 0を搭載した3式戦闘機2型谷について高度8500メートルで最大速度時速680キロメートルなどと過大な表記が見られている。アメリカ海軍航空情報部の評価は辛辣で、米軍戦闘機と比べ FM マイナスにより水平速度で勝る以外はほとんどの面で劣っている。 特に P-51 に比べると大きく劣る。とされている。ただ、降下性能においては、第6回の戦術勧告に、継続して降下するなと記載されたり、三式戦闘機自身の飛行特性については、操縦席は狭くて窮屈だが、景機及びそうされば、等の配置は有料で、離着陸やサンダの動作が容易であり、飛行するのが楽しい機体と高評価をしているが、 補助翼だけは 333km 毎時より、高速域では極めて重くなること、機種が長く風貌が低いため前方視界が非常に悪いこと、整備が複雑で性能維持が困難であることを欠点として挙げている。三式戦闘機は日本ではまだ技術の成熟していない液冷エンジン、それも比較的先進的なものを採用したため、その生産不備や故障。 整備の困難性についての指摘が多くなされている。渡辺などでは三式戦闘機を大歓迎した部隊は一つもないとまでされており、同じく渡辺によればエンジントラブルは前線部隊の三式戦闘機の代名詞であるとまで言われている。このため前線では多少性能が劣っても確実に飛ぶ一式戦闘機や二式戦闘機を装備し運用することを望む声もあった。 新機材の初期不良は多くの場合に存在する。また当時の活油、機械油は低温での粘性が高く、活油冷却機周りでは必要なところにオイルが供給されないという問題が発生したが、これは冷却機の能力を抑えることで解決した。初の実戦部隊である第14飛行団でも燃料噴射装置の圧力調整弁、下級機の故障、冷却機や 活油の漏れなどトラブルが続出した。特に油圧系統と燃料噴射ポンプには故障が続出していた。泉では流体継手の調整不良による出力低下、燃料噴射ポンプの故障、冷却気等からの油漏れが主な故障とされ、さらに燃料噴射装置の調整に対する整備兵の教育不足などが挙げられている。 流体継ぎ手によるスーパーチャージャーの無段階変速が DB601 の特徴であるが、これの調整が適切でないと全くパワーが出ない。これを地上で調整するには機体を杭で固定し、オーバーヒートに留意しつつ、ホースでラジエータに水をかけて冷却しながら整備作業を行った。また本来 DB601 では、クランク軸をはじめとした重要な部品は、 ニッケル入りのクロームモリブ電工で作られていた。しかし、陸軍は、破40エンジン生産にあたり、川崎にニッケル不使用を指示した。当時、夜金額の遅れていた日本では、ニッケルを加えない、クロームモリブ電工は表面に微細なヒビが入り、品質は赤、クランク軸切損事故を起こした。鈴木によれば、当初は、表面効果のために高周波焼き入れが行われていたが、 これは、高度不足で100時間以内に表面が剥離してしまうため診断処理に変更されたが、これの不良のため表面が剥離する事例が多かったと見られ、また、クランク軸の新エンド自体も、トラブルを回避するためには1000分の3ミリメートル程度の精度が要求されるが、これについても基準に至っていなかったのではないかとしている。 波140への生産転換を迎える頃に至っても、波40の気筒部分の生産部止まりは50%程度であり、クランク軸の生産もはかどらなかった。さらに、歴史群像編集部によれば、この波40は、一般的な千馬気球の空冷エンジンに比べて、生産に3倍の工程数を要したとする。また、クランク軸のコンロッド接続部のローラーベアリングは、 ローラーが 14mm 程度の小道のものを3列にして用いていたが、それに用いられた72個のローラーもドイツ製のものと比べて相当に精度が低く、クランク軸の破損につながった。当時の日本の基礎工業力は、ボールベアリングのボールの精度でも、表面の凹凸がヨーロッパの SKF 社製のものは 0.001mm 以内に収まっていたものが、 日本製のものは0.012から0 0 1 5ト、mm、ルと桁違いに悪く、愛知の厚さでは、ローラーについては、新エンド0.002から0 0 0 3ト、mm、ルのものを選別して利用していた。同様の選別が、川崎でも行われていたと仮定しても、ほぼ素人である勤労動員の多かった、当時の労働者の質を考慮すると、適切な選別が行われたかには、疑問が残る。 1998年に現存していた、波40の部品を測定してみたところ、ベアリングケージなど他の箇所については、精度は悪くなかったものの、やはりローラーの深遠度は良くなく、10から22マイクロメートルであったゆう。また鈴木は、生産上の主要なネックはこのクランク軸ピンの表面剥離であるとし、ローラーの形状自体にも、技術的蓄積が足りなかったのであろうと指摘する。 ローラーの形状の不均一性については、愛知の厚さでも問題となっていたようだ。なお、鈴木では、ベンツ製と川崎製、クランク軸の断面顕微鏡写真が比較掲載されている。ベンツ製のクランク軸の結晶構造は、均質なマルテンサイトとなっているが、ハインジュは、新端部の組織が完全なマルテンサイトではなく、焼きが入りきらずに、トルースタイトが積出している。 また、芯端深さにも問題があり、クランクとベアリングが局所的に噛み合うため、効化の深度は 1.5mm 以上が必要で、あるが、データでは 1mm 程度の深さから高度が大きく落ちている。また、川崎がこれまで製作していた水冷エンジンと比べ、技術的飛躍が大きかった点も無視できないとする。原型となった DB601 エンジン。画像は、 BF-110 に搭載されていた物言い狩りによれば基礎工業力の不足はすべての部品の質に非常な悪影響を及ぼした。例えば路角した外国機などはエンジンの油漏れを起こすことは滅多になく、しかし日本機は油漏れなどの故障が状態化していた。なお、陸軍へ引き渡す前の川崎での試験飛行では軽量状態であるためそれほど悪いものではなく、 引き渡し後武装をはじめとする偽装で重量が増加したことがエンジンに負担をかけトラブルの多発の原因の一つになったようで、ある時期からは偽装に相当するバラストを積載した状態で試験飛行を行っていた。また1944年の晩秋頃にはバラストではなく実際の偽装を施した全装備状態でテストを行うことが状態化していた。 なお陸軍側の受領テストでは担当であった、佐々木安氏軍曹は200機ほどの受領時テストを担当したが、四国会長と言い得るものは1割にも満たなかったと回想している。その他材料、工作、点火プラグなどの部品は元より、当時の日本は電線までもビニール被覆などではなく、糸や紙を巻いて絶縁したもので湿気に弱く漏電も頻発した。さらに、戦争後期には、 熟練校が減少し、動員学徒や女子低身体が採用されて生産作業に当たった。このような質的な労働力の低下と無理な増産も部品の劣質化につながった。整備に関し、と鏡を芸術的に扱わねば点検できない箇所などもあり、1943年の暮れには航空審査部飛行実験部長今川一作大佐は、 三式戦闘機の空冷エンジンへの感想を進言した。ラバウルまで三式戦闘機を空輸した飛行第78戦隊は1943年5月18日、機61の実用状況で18項目にわたり各種の故障を報告しているが、その内訳は4月13日から5月10日までに冷却機修理61回、G 型冷却機修理98回、 E 型冷却機修理43回である。特にオイルクーラーの油漏れがひどく40分から50分の空戦で空になるなどといった記述が見られ作動油800リットルを使い尽くしたともされる。第78戦隊と68戦隊はその後ニューギニアに進出するが発動機の不調は続いた。現地の第4航空軍が1943年10月に 中央に提出した意見報告書では3式戦闘機の稼働率の低さを嘆き空冷エンジンを装備する2式短座戦闘機小機の配備を求めるほどだった。飛行第56戦隊では訓練時に事故が続発したことから殺人機と呼ばれた。1944年10月からのフィリピン決戦では多くの航空機が空輸されたが九州、沖縄、 台湾と飛行した1式戦闘機の落語率が4%であったのに対して3式戦闘機は13%に上った。空冷エンジンの不調の例としては誉れを搭載した最新鋭機、4式戦闘機の脱落率が20%である。この時期にはハ40の生産と整備の技術が進歩しており、正規の潤滑油でなく日増し油で稼働させるようなこともできたらしい。 油漏れは多いが、確実な整備をすれば十分に扱えるとの証言もあり、特に故障が多い印象はないとするパイロットもいる。また、1944年7月頃のデータによれば、十分な整備環境があれば70%程度の稼働率が維持されていた。この時点での2式探座戦闘機及び4式戦闘機の稼働率は6割から9割とされている。しかし程度、 東京防空を任務とする飛行台244、船隊の船隊長であった小林て彦少佐は、故障の多いエンジンではあるものの、内地での戦闘であったため、修理もエンジンの交換も容易であったと回想している。しかし、それでも、1945年1月3日の迎撃戦では、当日1回目の出撃こそ40機前期が行えた。 ものの、2回目には25から26機、3回目には、たった3機しか出撃できなかった。なおこの日の飛炎の損害は発機に過ぎず、すなわち残りは全て故障という情けなさであった。同じく第244戦隊第1中隊長、陸野綾介隊員は、第244戦隊は整備員も慣れているし、部品もどんどん供給されるため十分に性能を発揮できたとする。 また同様に、第244戦隊に所属していた、前述の武田五郎隊員も、オイル漏れとか、故障が多いとか評判は悪かったが、自分の蒸気についての不都合は感じなかったと、証言している。ただし同じく調布に展開する、第18戦隊では1944年春頃には、50機中華動機は5機と、いった日もあった、との証言もある。一方、 航空審査部実行試験部でも1944年、蘇生化の傾向はあるものの十分な整備を行えば、動作に支障はなく、問題は整備力の低さであると判断している。蒸気のように本土もしくは審査部では、ある程度の整備が行えたものの、最前線や実戦部隊での整備、運用は過酷な作業であった。さらに撤退の際、時間をかけて、液霊エンジンに集熟した。 整備兵を最前線に残地したことも稼働率を下げた要因の一つである。さらに日本の整備マニュアルは欧米のものに比較して難解で当時必ずしも学力が高いとは言えず自動車などの機械類にも馴染みのなかった一般的な新任整備兵にとって少々にが重かったとの指摘もある。また本機は日本陸軍では一式戦闘機、四式戦闘機、 97式戦闘機に次ぐ3000機以上が生産されたのであるが、軍事評論家の中には、発動機に以上のような大きな問題を抱えつつもそれをこれだけの奇数生産し続けねばならなかったところに、当時の日本陸軍航空の苦悩が見て取れると評する者も,もいる。1944年には油漏れに対する制裁工程レベルでの抜本的改造が講じられた。 この処置で一時的に生産量が落ちており、エンジンなしの機体が工場に並ぶことが多くなった。これについては、新潟で口述する。1942年春から開発された、ハ40改良型のハ140は、吸気圧を上げて、エンジン回転数を 2500rpm から 2750rpm に高め、利小出力を1175馬力から1500馬力に、 高めるものだった。下級機の大型化と、その冷却のために、水メタノール噴射装置が導入された。三式戦闘機の場合は九十五リットルの水メタノールを搭載予定であった。八十キログラム程度の重量増加のほか、基本構造は、波四十と大差はなかった。航空審査部では、波四十と比較して指して、整備困難と見ておらず、1944年7月の 航空審査部による報告では、派40より、信頼性があるとされている。また航空審査部の2名の士官及び下士官も、症状の問題はあったが整備しにくいというほどでもなく、大体もしくは十分に動いたと回想している。ただし川崎が、航空審査部に、精度良好な個体を回すのは当然であるし、派40の審査に加わった人物が目を光らせている、状態であるのであるから、 航空審査部でよく回るのはむしろ当然であろうとの見方もある。なお、歴史群像編集部では量産性は波40よりさらに悪化し、通常の千馬気球空冷エンジンの5倍の工程数が必要だったという。この生産性の悪さが首の式体の一因になったのではないかとしている。実際のところは、 好調なものはよく回ったのであるが、やはり従来よりのベアリングの焼き付き、マグネットギアの摩耗、点火線側局の溶解、冷却水ポンプの不良、排気弁焼損などトラブルは多発、開発は行き詰まりを見せていた。弁の焼損は、隣接するシリンダー同士の熱膨張や歪みの干渉により、便座が歪み、特に排気弁を損傷させたものだという。 8 4 0は3式戦闘機2型に搭載される予定であったが、エンジンの完成台数は低調であった。このため2型の多くは後に空冷エンジンを積んでも式戦闘機に改造されることとなった。ちなみに、ドイツでは DB601 は改良を重ね、DB603 では離消出力2000馬力を突破、1945年にはやはり、 水メタノール噴射を併用して2850馬力を出している。なお、日本陸軍は1944年以降、燃料不足のため、代用燃料として、小根油などから抽出したアルコールをガソリンに混合するか単体で利用し軍用機を飛ばそうとしていた。通常の星型空冷エンジンにはあまり良いものではなかったが、航空審査部でのテストによれば、 ハ140を搭載した3式戦闘機2型は、これを用いることでむしろ通常のガソリンよりも高い性能を示したという。愛知で作られていたアツタ21型も DB601 を元とするエンジンである。これは、ハ40と異なる独自の発展を遂げ、微小出力1400馬力を発揮するアツタ32型が開発されていた。両者が独自に原型を発展させたために、 互換性は全くないが、1943年11月に軍需省が設立されると、この発動機にも統一の目が向けられた。なお品質的には、川崎の波40系より、愛知の厚田系の方が良好であったとされる。エンジン統一にあたり、プロペラ取り付け位置や排気管の位置、重心の位置など問題点が列挙され、標準型エンジンは基本を、 アツタ32型都市、プロッペラ軸や下級機を8 4 0に合わせ、水メタノール噴射装置を加えたものとなった。液冷エンジンに不可欠なラジエーターは幅約 800mm、高さ約 480mm、アンドレー式のものである。このラジエーターは、胴体下部中央、すなわちパイロットの矢や後方あたりに反、埋め込み式として配置された。 機体から外には 250mm が露出している。記録銃では上下式としたがこれは重量が重むため、3式戦闘機では固定式に改められた。ラジエーターは前方から見てエンジン冷却水冷却部、潤滑油冷却部、エンジン冷却水冷却部と3つに分かれている。使用された冷却液は化学物質を混合しない通常の淡水であり、 冷却するに際して、約3 8キログラム平方センチメートルに液を加圧し、沸点を125度として使用した。土井は戦後、同じ箇所にラジエーターを配した P-51 を見たとき、その気流の処理の見事さに、さすがにアメリカの方が進んでいるとの感想を抱いた。また同時に、このアメリカ軍最優秀機と三式戦闘機の、 ラジエーター処理がほぼ同様であったことは、感無量であったともしているが、実際類似しているのは設置した場所だけで、構造や形状などは全く異なっている。なお、三式戦闘機における全空気抵抗のうち、ラジエーターのそれは14%を占めていた。飛行台78戦隊では、ラジエーターの修理を多く報告しており、中でも油漏れが大きな問題とされた。 まず前日の通り水冷却器と油冷却器が一体、構成であり、これを機外に下ろす作業が容易ではなかった。またオイルタンクは、パイロットの足元にあり、これは寒冷地や、それなりの高高旅では、良い暖房になったが、南方の低高度では、コクピット内が相当に熱くなったようである。またこの水油同居形式のラジエーターは、 空気取り入れシャッターで、核冷却機構の能力を調整するものであったが、調整が難しく、油温の上昇、水漏れなどの不具合が続出した。また、オイル配管をエンジンから遠い期体仮面まで取り回したせいで、しばしば配管の各所から、オイル漏れが生じることとなった。なお、水冷方式である本機は、 地上待機状態であまりエンジンを回すと、すぐに水温が上がり冷却水が沸騰、圧力にがし弁が開き、蒸気が排出される。これは、お湯を沸かしたなどと言われた。またこの状態はオーバーヒートを起こしている状態であり、離陸は困難である。また飛行中に蒸気を通り越して冷却水そのものまで吹き出すようなトラブルも見られた。三式戦闘機の実戦配備は、 当初から大きなつまずきを見せた。本来海軍の担当戦域であったニューギニアソロモン方面の戦況が悪化し、1942年11月には陸軍航空隊のうち戦闘機2個戦隊、重爆撃機1個戦隊、軽爆撃機2個戦隊、司かさせ独立1個中隊の投入が決定された。12月中旬、ラバウルに 一式戦闘機を装備した第12飛行団の2個、戦闘機戦隊が進出したが、B-17 や敵戦闘機との戦闘で戦力が消耗したため、代わりに、新鋭の機61を装備した第14飛行団、第68戦隊と第78戦隊の投入が決定された。第14飛行団は1942年3月に編成され、97式戦闘機を装備して、 満州で訓練を行っていたが、南方進出にあたり、木61への機士更新を命じられた。当時木61の生産が始まったばかりで機数が揃わないため、先に68戦隊から機士更新を始めることとなり、1943年の年明けから明けの飛行学校において本格的な機士更新を開始した。しかし、この時点で木61は未だに 初期不良を洗い出して切れておらず、川崎側で不具合を蓄次改良中という段階だった上、整備兵もその大半が液霊エンジンを扱った経験がなかったこともあり、短時間で波40の整備をものするのは困難であった。そのため、エンジンの燃料ポンプの故障、冷却水漏れ、ベーバーロックなど、機材の故障が頻発し、修理してはまた新たに故障するといった具合で、 未就飛行ははかどらなかった。出撃時期は68戦隊は3月末、78戦隊は6月と決まり、各員の非常な努力によって戦力化は急がれたが、68戦隊の出撃が迫った3月に入っても、未就飛行をこなすのが、精一杯で、とても戦闘訓練に移行できる状態ではなく、到底不安を払拭するには至らなかったため、十八。 船隊長下山東中佐は、陸軍航空本部の河辺寅志郎少将に対し、3ヶ月ほどの進出延期を願い出たものの、取り付く島もない状態であった。それでも諦めきれなかった、下山船隊長は、航空本部の担当課長に面会を求め、こんな飛行機を持っていけというのなら、辞任したいぐらいだ。と迫ったが、そんなことを言うのは、日本軍人ではない。これは命令だ。 軍人精神が足りないから動かないのだ。などと理不尽な言葉を浴びせられた。結局、3月末の段階での68戦隊の訓練の進捗状況は、操縦者全員の未集飛行こそ何とか終えたものの、戦闘訓練は1から2回型だけ行った、程度を、夜間飛行訓練はおろか、長距離飛行訓練や射撃訓練すら全く行っていないというひどいものだった。 このような経緯を経て、68戦隊には、進出予定の3月末までに予備機含め45機ほどの、機61が集められ、空母を高に、積載の上4月10日には、トラック諸島に到着した。ここから空路で、ラバウルへ向かうこととなったが、トラックにおける、訓練中にもいくつかの事故が発生して殉職者が出る、ありさまで、機61への不信感は募っていった。 さらに問題となったのが、木61の後続力であった。落下タンクが不足していたため、先端位長、中隊長、中隊付け任人昇降の木には2本付けたものの、大半の木には1本しか装着できなかった。落下タンク1本装備の状態で、カタログデータ上は約 2000km 飛行できることにはなっていたが、実戦部隊の木、 しかも変態を組むための空中待機の時間などを考慮すると、正味ーー1500から 1600km 程度、トラックからラバウル間の約 1300km の距離と比較して余裕があるとは言い難い燃料状況であった。そうした中、4月24日、いよいよラバウルに進出することとなったが、集団で離陸する訓練をしていなかったため、前期が離陸して、 集合を終えるまで1時間もかかった上、しばらく飛行したところで、下山船隊長機に不具合が発生したことから、進出を断念した。加えて引き返したあたりで、大木正一総長機がエンジン部長により不時着水し、トラックから300キロ近く離れた地点だったため、総長はそのまま行方不明となり、初の戦没者を出す事態となった。4月27日、 二十七機が再度ラバウルへ向けて発進した。三日前の反省から、戦隊本部と第一中隊の十二機が先行し、約一時間後に第二中隊と第三中隊の十五機が後続する形をとった。先発隊の編成は以下のようになっていた。戦隊本部第一中隊しかし、この先発隊の十二機が大きな悲劇に巻き込まれてしまう。渡辺の文献によると、 先発隊は以下のような経過をたどった。まず、先発隊を先導するはずだった100、式指令部偵察機がエンジン故障のため発進できなかったことから、陸軍飛行隊単独で不慣れな洋上系機飛行を行うことを余儀なくされた。飛び始めて間もなく、朝の隊員、中川中医らは、3日前と景色が異なっていることから、異変に気づき、 コンパスを見るとほぼ真南である175度の進路を取るところを145度の進路を取っていた。しかし搭載されていた無線機は不調で相互の連絡も取れない状況であったことから船体長に誤りを知らせることができなかった。そのまま20分ほど飛行を続けたところで西川総長機がエンジン故障のためトラックに引き返し朝の帯域がこれに同行した。 飛行を続けるうちに、下山船隊長自身も震度に疑問を感じ始めたが、無線が通じないため滝たに確認のしようがなく、目標のない洋上飛行で艦を信じるのは危険との判断からしばらくコンパスに従って飛ぶこととした。トラックを離陸して2時間ほど経ったところで、正しいコースから東に 300km もずれたクリーニッチ島が見えてきたことから、 下山船隊長機のコンパスが狂っていることは明白となった。ちょうどその頃、小川中域と吉田軍曹機が立て続けにエンジン部長となり、両名とも自爆した。出発後3時間半を経たあたりで下山船隊長も、進度の間違いを確信し、修正を試みたものの、まさしく修正できなかったため、溜まりかねた中川中域が先導してようやく正しい方角に、 修正したが、すでに時期を逸していた。ラバウル北東、約2 5 0トルにある、ヌグリア諸島に差し掛かったあたりで、落下タンクが一本の木は、燃料が乏しくなっており、それを察した、下山船隊長は、部下が不時着を躊躇しないように、自ら同諸島に、不時着し、山崎総長機がこれに続いた。稲見群機はその先の単賀諸島付近に、不時着推し、 軍曹は現住民に救助された。残った5機はなおも、ラバウルを目指したが、池田総長機は、ラバウル湾、白山総長、黒岩総長、寺脇五長の機は、ニューブリテン島内に不時着し、結局先発隊12機のうち、無事にラバウルにたどり着いたのは、中川中域だけであった。なお、後発隊はこれより先に、ラバウルに到着していたが、 おそらく故障のため途中で1機を失った。進出作戦の結果は、到着した機体が27機中15機、失った、搭乗員3名、喪失機材は10機という三端たる結果に終わった。この後、トラック島から6機が追加空輸された。なお、第14飛行団司令部はまだ到着していないため、暫定的に、第12飛行団の指揮下となった。 ウイジンは1943年5月15日、18機で97式重爆撃機の護衛を行った。船体の使用可能機数は5月末時点で18機、その後もトラックからの空輸により補充が行われた。68船体に続き、前線に投入された78船体は、1943年4月10日より、明けの飛行学校で本格的な機種変更を開始したが、 やはり初期の故障に悩まされ連勢は遅れた。ラバウルへの進出については6月16日から実施された。第68戦隊の航空事故の失敗を繰り返さないため、長距離洋上飛行ではなく、宮崎県から沖縄、台湾、マニラ、ダバオ、メナド、バボ、ホーランジア、ウェワク、ラバウルの皇帝で島津隊の進出が計画された。 進出した機数は45機、全工程は約 9000km である。整備班を乗せた輸送機が同行したが、故障機が続出した。6月29日にラバウルに到着したのはわずか7機に過ぎなかった。その後、落語機の復帰で7月5日までには合計33機がラバウルに進出したが、12機は途中の飛行場に残地せざるを得なかった。 こうして、第14飛行団は、ラバウルへの進出を完了した。渡辺によれば、1943年6月、期61は、三式戦闘機の正式故障を与えられている。7月8日には実戦を開始した。1945年1月、飛行第244戦隊本部小隊の3式戦1型兵3295号現地の、 作戦領域の分担としては、海軍がソロモン諸島方面を、陸軍がニューギニア方面を担当した。なおこの方面には3式戦闘機2個戦隊のほかに、1式戦闘機8個戦隊が配備されていた。当初は爆撃機の護衛などを行ったが、やはり稼働率は低く、搭乗員は故障知らずの海軍の0式艦上戦闘機を羨んだとされる。 第14飛行団は内地へ引き返す第12飛行団と入れ替わり7月15日には東部ニューギニアの上幕へ転進したここで本格的な作戦が開始される7月17日時点で68戦隊が13機78戦隊が22機合計35機の稼働機があった8月10日には新編された第4航空軍の 第7飛行士団霊下となった。なお、イギリスの文献、週刊、エカーフトによれば、本機は、P、P-40 相手には優勢に戦い、連合軍は一時的に制空権を失い、ヨーロッパに配備予定であった、P、P-38 をこの戦線に回すよう、ヘンリー・アーノルドに直訴が行われたという。なお、1943年半ばには、日本陸軍航空隊も、前線で、 ロッテ戦術を採用しているが、無線電話の性能が悪いために、アメリカ軍機のような連携は取れなかった。古峰によれば、この頃、1943年10月9日、六61は、正式制定され、三式戦闘機となる。事実上の制定である仮正式制定時期は、不詳であるが、渡辺では、正式故障の通達を1943年6月としているのは、 前述の通りである。第14飛行団は、主に P-38 を敵として対戦したが、1943年8月17日には、連合軍の B-25-32 機、P-38-85 機の船舶連合による奇襲的な空襲を受けた。この結果、第4航空軍の保有する130機の戦力は40機へ低下した。 14飛行団も68戦隊が、稼働機6機、68戦隊は、稼働機0機と、壊滅的な損害を受けた。その後も、マニラで新機材を受領し、空揚を行って、戦力の補充に努めた。敵は、P-40、P-38 及び新鋭、P-47、P-24 爆撃機、P-25 爆撃機であり、戦隊は、 激しい戦闘に従事した。新鋭の P-47 は P-38 ほど一撃離脱に徹しなかったため、むしろ戦いやすかったともされるが、性能自体は高く一撃離脱に通されると脅威であったとの証言もある。三脚上に乗せられた合計 20mm の MG151 機関砲。オーストリアの博物館収蔵品。後報は BF-109943 年12月には、ドイツから輸入した2 0ト、mm、ルマウザー砲を、翼内に装備した三式戦闘機が到着し、火力面では格段の向上が見られた。しかしこの時期には、戦隊の人員、機材とも消耗しており、三式戦闘機の代替として、旧式の一式戦闘機を、受領、また多くの機関量戦隊を合わせて、稼働機が20機を超えることが、 めったにない状況であった。さらに、アメーバセキュリやマラリアが蔓延しており、たとえ機体が補充されたとしても、兵員の質の面で戦力の発揮には大きな問題があった。九百四十四年二月には、上枠の維持が不可能となり、ホランジアへ交代。三月には、敵空襲により、第十四飛行団の稼働期は合計五期にまで減少した。四月二十二日には、 ホランジアに米軍が上陸を開始し、7月25日には第14飛行団は解散した。三式戦闘機のニューギニアでの過酷な戦いは約1年間で幕を閉じた。ニューギニアを制圧した米軍の次の目標はフィリピンであった。一説にはこの頃になると、三式戦闘機は対戦闘機戦闘に風向きとみなされるようになり、敵爆撃機の迎撃任務に回され、 制空戦闘については、新型の4式戦闘機の方に期待がかけられ始めた。1944年2月には、第22飛行団として、愛知県小牧で第17戦隊、明野で第19戦隊が編成された。第17戦隊長は、開発時より3式戦闘機に携わってきた荒牧義次少佐である。飛行団は五月内にマニラに進出し、 南方軍直轄の第2飛行士団に編入された。ただし7月5日には第4航空軍令下に移動している。機材の受領と連成が順調に進まないものの、6月下旬までには35機を揃えてマニラへの進出を完了した。8月末の時点で稼働機は第17戦隊が14機、第19戦隊が18機であった。なお、 第4航空軍第7連製飛行隊の10機、程度も戦力として使用が可能で、3式戦闘機の他には、第4航空軍全体で318機、海軍は第1航空艦隊241機の航空機を用意している。1944年9月21日、第17戦隊と第19戦隊、大塚の文献によれば合計約40機が、 アメリカ第38任務部隊の新鋭艦上戦闘機である海6海と交戦した。圧倒的多数の敵機との空戦により、約25機から少なくとも22機が失われ、第17戦隊はパイロット12名を失う大損害を受けた。第19戦隊も6名、第7連製飛行隊も2名を失った。米軍側の損害は、 対空砲火によるもの以外皆無もしくは禁傷であった。翌22日も7機で迎撃を行ったが、さらに2名の戦死者を出し機体3機を失うも、戦果を得なかった。なお10月10日には、台湾に対し第38任務部隊による空襲が行われ、ここに駐屯していた飛行第8師団霊化独立飛行第23、中隊の一式戦闘機2機を含む16機、 または17機、パイロット15名が爆走で出撃し、白母攻撃で敵艦隊への反撃を起とした。また3式戦闘機の可動機10機による全力攻撃が行われようとしたが、離陸直後20機の F6 階に襲われ、5機撃墜、3機不辞儀、大破、1機炎上と壊滅的な損害を受けた。ただし、他方の文献ではこの戦いは、 制空戦闘であり、敵機は240機が導入されていた。戦闘高度は3500メートルとされ、戦闘状況は離陸直後ではない。やはり中隊は全滅するも、敵機十数機を撃墜、撃破したとする。台湾にはこのほか1式戦闘機8機、3式戦闘機7機の修正防空第一体があり、10月12日に行われた、 飛行第8師団による総反撃にも加わっている。そのうち、操縦歴8年のベテランパイロット田形武雄樹は、ウイジンの両機と2機で、敵機36機を迎撃し、有利な体制から攻撃を開始した。両機は、的原正軍装が登場しており、22歳の彼は、ウイジンであっても操縦歴4年、飛行時間1500時間を数えるパイロットだった。また彼は、 田形の領機を一年半務めており、田形によれば相当な実力を持っていた。何度かの一撃離脱の後乱戦に移行し、二十数分の戦闘を経て力付き領機ともに撃墜されるも、両者とも不死にに成功し生還した。戦火は撃墜六、撃機箱を報告した。なお、田形は、その手記で、三式戦闘機が F6 階に比べ時速4 0トル、 有速であったことを感動できた要因の一つとしている。これは三式戦闘機が F6 回に勝利を収めた、けうな例である。フィリピン方面では10月10日までに、第17戦隊の稼働機は22機に、第19戦隊は25機にまで回復していた。飛行団は戦闘を続け、10月18日に早い1号作戦が、発令、20日には敵は、 レーテ島に上陸した。敵艦船への攻撃に参加した結果、10月22日までに飛行団の稼働機は完全に尽きた。24日に惑心して2機から3機の稼働機を揃えたが、この段階ですでに戦闘の体制は決していた。11月1日には第19戦隊の生き残りである10名程度のパイロットに本土機関が命じられた。しかし、 荒巻戦隊長らを含む第17戦隊は戦闘を続行した。11月頃には第2飛行士団全体で40機程度の戦闘機しか保有しないという過酷な戦況の中で戦闘を続け、内地機関命令が出たのは12月8日である。荒巻戦隊長がフィリピンを離れたのは翌1945年1月9日のことであった。 また、日本本土侵攻への大きな一歩であるフィリピン作戦には本土防空任務に当たっていたいくつかの飛行船体も投入されている。そのうち第18飛行船体と第55飛行船体も3式戦闘機装備、部隊であった。第18船体の1型兵は現地での弾薬補給が困難な 20mm マウザー砲の代わりに 12.7mm 機関砲を 装備し、11月11日に35機が出発した。この船体は、那覇、台湾経由で進出し、18日までに31機が、アンヘレス西飛行場に到着した。当初は4式重爆撃機で編成された、特攻隊の護衛任務に従事した。ところが11月25日には、海6回との空戦に敗れ、稼働機は5機にまで減少し、 1945年1月には本土に帰還を余儀なくされた。第55戦隊は11月10日に本土を出発した。18日までに約30機または38機がアンヘレス西飛行場に到着した。しかし11月25日には敵 P-38 の奇襲を受けて7機の損失を出すなど苦戦が続く。開けて、 昭和20年1月9日、アメリカ軍はルソン島に上陸を開始した。1月15日には船体に帰還命令が出され、5名の登場員は内地へ帰還できた他いくらかの人員は台湾への交代に成功したが、地上勤務者の大半は地上部隊に編入され、アメリカ軍との交戦の末に戦死する者が大半を占めた。また19船体は、 本土での戦力回復後台湾へ移動。1945年1月5日頃、一個中隊がフィリピンに再進出した。なお一部は台湾に残地された。彼らは感染攻撃や特攻機の援護などを行い、12日までにその戦いの幕を下ろした。北九州防空戦1944年6月15日。 生徒飛行場を離陸した62機の B-29 は、九州福岡県の八幡製鉄所を爆撃した。この時、第59戦隊は、連動不足であり、出撃が行えなかった。その後、7月7日の夜間空襲に5機が迎撃に、上がるが快適できずに終わる。8月20日、アメリカ第58爆撃航空団の75機に、対する、 迎撃戦で三式戦闘機は B-29 と初めて交戦した。59戦隊の出撃可能機は21機であった。迎撃戦は16時半頃より小倉、八幡周辺で行われ、2式副戦を装備する第4戦隊と海軍機も迎撃戦に参加した。米軍は自己機を含め14機を失った。この戦闘で第59戦隊は、 撃墜確実1、撃墜不確実3、撃破5を報告した。日本軍全体では、撃墜確実24、撃墜不確実13、撃破47と報告している。第59戦隊の損害は、機材4機、パイロット喪失1名であった。この空襲後、第56戦隊も、戦力の一部である17機を、チェジュ島に移し空襲に備えるが、 アメリカ軍は目標を安山の昭和成功所に移した。この攻撃は南ーの第五連戦飛行団が迎撃を試みた。しばらく北九州での迎撃戦の機会はなかったが、1944年10月25日に長崎県大村の第21海軍航空省が爆撃目標となり、そのキロを迎撃した56戦隊は撃墜一。 激波6機以上の戦火を報告している。生徒からの B-29 に対する北九州での迎撃戦は1945年1月6日まで続けられた。飛行台244戦隊、小林照彦戦隊長の三式戦1型長24号機及び隊員。操縦席側面には14機の撃墜マークが記入されている。 昭和20年4月撮影従来、日本本土には97式戦闘機など9式機が配備されていたが、性能の不足した機材では、敵新型爆撃機の迎撃が不可能だった。東京調布飛行場に新鋭3式戦闘機が配備されたのは、第14飛行団78戦隊がラバウルへ進出しようとする1943年6月以降であった。これが、 第3の3式戦闘機部隊、後に、帝都の第10飛行士団配下となる、調布飛行場の飛行台244戦隊である。やはり配備初期であったため、多くの故障に悩まされたが、11月には、機種改変を終え、一時期には40機すべてに、マウザー2 0ト、mm、ル機関砲を装備した。1944年2月には、調布で、 第18戦隊も3式戦闘機での編成を完了した。また台湾には独立飛行第23中隊が置かれた。3月には第18飛行団配下に第56戦隊が発足し、この時点で本土台湾にはフィリピンに送られる予定の第17戦隊、第19戦隊を含め5個飛行団と1個独立、飛行中隊が揃えられ、 さらに4月末からは、第59戦隊が3式戦闘機に機種改変を行った。1944年7月7日にサイパンが陥落、その後日本本土は本格的な空襲にさらされた。この時期の B-29 による空襲は高高度で行われていたが、ターボチャージャーを装備し、高度1万メートルを飛ぶ B-29 に攻撃を実施するのは、 非常に困難だった。排気タービンを装備しない日本機のエンジンは、航空で出力の低下が著しく、陸軍が持つ戦闘機で唯一高度1万メートルで、戦闘ができたとされる本機においてもその空域では浮いているだけで限界といった状況であり、迎撃方法としてはあらかじめ進行方向上に待ち構えて一撃を加えるのが精一杯であった。B-29 に対し、 一撃をかければ、数千メートルの高度を失い、高度を回復して追いつくことはできなかった。飛行台244戦隊戦隊長、小林テル彦少佐も、その手記で、通常の装備では、高度7500から8000メートルが精一杯であり、高度1万メートルで侵入する B-29 に接敵するためには、防弾後半や大部分の武装、 蓄電池などを取り外し、必要とあらば、機体の塗装さえも剥がして、機体を軽くする必要があったとしている。さらには、機体の電熱服を用いると電圧が下がり、機銃が発射できず、無線も使えないといった始末であったと回想している。また別の文献では、完全装備の三式戦闘機の上昇限度は、好調な機体でもおおよそ9000メートル程度であったと、されている。 また元搭乗員によれば、搭乗員の訓練と研究次第である、程度上昇限度を上げることができたと回想している。11月に行われた偵察型 B-29 の迎撃にはすべて失敗。高度12000メートルで離脱する敵を捉えることは、全く叶なわなかった。1944年11月7日、陸軍は航空機による体当たり部隊を編成。これは、 新転生空隊と呼ばれた。三式戦闘機の場合は、歯がくれたい、小林防空戦隊、つばくろ隊こと飛行第244戦隊で4機が編成されている。この機体からは前日の通り防弾後半、機銃、防漏タンクなどが取り外された。武装が積まれる際にも機銃弾まで削減し、少しでも軽量化して上昇力を上げ、体当たりを行うのである。 一部の武装はそのまま西射撃しながら突入する戦術も取られた。なお、軽量化を行った状態の3式戦闘機をしても、1万メートルまで上昇するのに45分から55分かかり、機首を上げた姿勢で何とか浮いていられるといった状態でしかなかった。また小林式によれば、東方の1万までの上昇に1時間かかるが、日本は、調布、調子、 伊豆大島などにしか警戒レーダーを設置しておらず、しかし B-29 は伊豆大島から40の50分で東京に到達してしまう。これでは迎撃は敵の第一波には間に合わず、やむを得ず、浜松にも機体を置き、編成風を利用しての接敵も試みられた。は、隠れ隊は11月24日の迎撃戦が初陣であった。 その後規模を発揮に拡大し、12月3日、隊長の忍びや通る注意が体当たりに成功。左翼のピトカンから先を失い主翼付け根のリベットの、ほとんどが抜け落ちた機体を見事に操って基地に着陸を果たした。板垣正雄五長も体当たりに成功。落下産効果で生還したが、敵機の撃墜には至らなかった。中野松長は B-29 の胴体下に潜り込み、 プロペラで敵機の水平尾翼をもぎ取り、一説にはさらに上部に馬乗りになり、自身は不時着、生還する離れ技を見せた。他の迎撃機も活躍し、この日は6機の損失に対して、B-29、6機撃墜、6機悲願の戦果を上げた。こうした撃墜報告は新聞で宣言され、第244戦隊の体当たり部隊は、 第五新天体と解消された。なお1944年末から1945年初頭にかけて第244戦隊は50機前後の3、式戦闘機を運用していた。1945年1月27日にも大規模な体当たり迎撃が行われ、62機の B-29 に体当たりが行われた。第244戦隊の小林戦隊長は、 新天体ではないが、高度9200メートルの B-29 に体当たりを欠航、激突時に意識を失うも、地上3000から4000メートルで意識を取り戻し、切りもみ状態の愛機から落下山で生還、他2機が体当たり1名戦死、1名重傷。第5新天体は1機が突入、戦死したほか、板垣正夫軍曹は、 今回の迎撃戦でもまたしても体当たり後落下産効果で生還。中野松見軍曹も同様に B-29 への肉迫に成功し、胴体と水平尾翼をプロペーラで破壊し自らは不時着、帰還した。この日の B-29 の損害は急気であった。ちなみに、新天星空隊の隊員が体当たりで戦死した場合2階級特進となるが、 そうでないパイロットが体当たりを行ってもこれは適用されず、船隊長である小林は無然としたという。この後、B-29 は命中精度の低い高高度爆撃を停止し、比較的低高度での夜間爆撃を多用したため、体当たり攻撃の機会は激減した。3式戦闘機部隊の体当たりは、第244戦隊で20回、全体で30回に及ぶ。 1944年12月13日には、名古屋が初空襲される。三式戦闘機装備部隊としてはこの地区には、第56戦隊が配置されていたが、フィリピン方面で戦力を消耗しない地に帰還していた、第19戦隊や第55戦隊の残地部隊なども、これの迎撃に当たった。フィリピンでの敗北後、三式戦闘機の主戦場は、本土防空戦のほか。 沖縄戦に移った。だが1944年から形式変更を予定した3式戦闘機2型は、新型1500馬力急液冷エンジンの840の不調のため生産が全く進まず、わずか99機で生産を停止、空冷エンジンである812通に換装した5式戦闘機へと主力が移っていった。1945年3月からの沖縄戦では、 本土にあったほぼすべての3式戦闘機、内四五式戦闘機部隊が投入された。九州には第6航空軍の4個飛行戦隊台湾には第8飛行士団の3個戦隊と1個独立、飛行中隊が存在した。また、航続距離の関係上、一部は奄美軍闘機海島に進出し特攻機の護衛を行った。これらは当初、 天一号作戦の特攻機の護衛として用いられるとされたが結局は4月1日には第17戦隊の7機が特攻に投入されたのを皮切りに沖縄戦全体では計9 7機が特攻を行った。これは陸軍の全特攻機の約1割の数字である。1941年12月製造、初飛行、試作3機、増加試作9機、 以降は特起なき限り、川崎航空機岐阜工場での製造、1942年8月から1943年9月、生産、最初の量産型である。日本陸軍は航空機関砲の開発で遅れをとっており、1940年、または1941年まで 12.7mm 航空機関砲を、 また事実上1944年まで2 0ト、mm、ル航空機関法を持たなかった。1 2 7ト、mm、ル航空機関法の施策が決定したのは1940年になってからのことである。このため1941年に正式化された1 2 7ト、mm、ル機関法は1940年に100問、1941年度に439問が、 生産されたがこの時点では数が不足しており、また信頼性もまだ高いものではなかった。このため、機種に1 2 7ト、mm、ル機関砲2門と、翌内に7 7ト、mm、ル機関12丁という装備になっている。燃料タンクは防を仕様で、初期には3ト、mm、ル厚のゴムと1 0ト、mm、ル厚のフェルトで覆っていたものが、421号機からは上面9ト、mm、ル 側面 6mm のゴムに改められている。機体番号113から500まで388機、生産。1943年9月から1944年4月、生産。1型項の翼内銃を 12.7mm 機関砲に、乾装、計4門に強化した型。当初計画ではこの砲の装備が正規状態である。514号機以には、 操縦席後方、ラジエーターの上部に厚さ 8mm、重量 22kg の着脱式の防弾鋼板を追加した。一部燃料タンクには、被弾時の危険性が指摘され、現場レベルでは撤去される例があった。空となった当該タンクにはさらに欠陥があり、飛行中に便の不良出たタンクから燃料が流れ込み、機体の重量バランスを大きく狂わせた。また、 離陸直後の墜落事故についても、このタンクによる重量バランスの狂いが指摘された。よって、オッツ型の14機目からはこれを廃止し、燃料搭載量は755リットルから555リットルに減少。また、150機目からは、翼内タンクに12ミリメートル厚ゴムによる防弾が行われている。このため燃料搭載量はさらに500リットルに減少した。 また引き込み式だったオリンは生産性向上のため、途中から固定式に改められた。生産数は約600機、あるいは592機、または603機、592機などと言われている。片淵によれば、軍事省、熊倉調査資料中の陸軍機装備現況表では、機体番号は501から1092であるとされるが、三式戦闘機取り扱い法では、 翼内銃を1 2 7ト、mm、ルにしたのは514号機以降であると明記されているとしている。ちなみに昭和18年度陸軍による生産内時期数は6760機という実情を鑑みない数値であったという。1943年9月から1944年7月生産。翼内銃砲をドイツから輸入したマウザー砲に換装し、 20mm 機関砲2門と 12.7mm 機関砲2門の重武装にした方、主翼から砲身が飛び出しているのが外見の特徴。陸軍では航空用 20mm 機関砲の開発が遅れていたため、ドイツから 20mm 機関砲を輸入した。数量は800門、弾丸40万発である。川崎内では機61マシキとも呼ばれた。ただし、 重量増で、飛行性能は低下している。定説では既存の1型港、1型オツからの改造機を含めて388機が1型兵となった。だが川崎において1943年に234機、1944年に153機、合計387機が生産され、現地回収機は存在しないとする資料も見られている。しかし、 前線の搭乗員の手記でも、現地回収が実際に行われた節があるとする、証言も見られているほか、怒りの文献では235機が新規生産で、400からそれを引いた百数十機が現地改造であろうとしている。その他にも、回収機とは別に400機が川崎で生産されたとの資料も見られる。 なお、一型オツの機体番号は514から1092が振られているが、一型兵には3001から3400が振られている。1944年1月から1945年1月、生産。武装を機種に、保護 20mm 機関砲2門、翼内に 12.7mm 機関砲2門とした、型。輸入マウザー砲をすべて使用した後も 20mm 機関砲の、 搭載が望まれたため、ようやく実用化のなった補百3の拡大版である、国産 20mm 機関砲を搭載した。弾丸の威力は、マウザー砲に及ぶものではなかったが、全長が短いため機種に搭載でき、命中率は上がった。泉 P39 では、発射速度と初速は遜色なかったものの、故障は多かったとしている。1943年11月頃、 杉山元元帥水が川崎の岐阜工場を訪れ 20mm 機関砲の搭載を要請したとする資料もある。渡辺は保護の搭載に関し重量物を重心に近づけて機動性を確保し、また命中精度を確保する観点からサイズの大きなマウザー砲では望めなかった機種に搭載したとしている。しかし他の文献では 本来マウザー砲と同様に、よ内装備としたかったものが、よ内に収まりきらず、やむを得ず半年をかけて保護用の同調装置を開発し、機種に搭載したとされている。この同調装置とは、プロペラ圏内に装備された、機関銃を発砲するに際し、時期のプロペラに弾頭が命中しないよう、プロペラが安全な位置にある時にだけ、発射機構を機械的に連結する装置である。 航空機黎明時代にはプロペラを強化し、多少弾丸が当たってもこれを弾き飛ばすなどしていたが、機銃が強力になるとこの方法は廃れた。20mm 機関砲弾では、弾頭内部の策略により、プロペラが吹き飛ぶ威力があった。20mm 弾薬は、海軍も危険として、プロペラ圏内への機関砲装備を容認しなかったし、世界的にも稀な部類ではある。 1942年6月5日には土井により、翼圧の関係上主翼への搭載は不可能で、この部分の翼圧を 100mm 程度に再設計する必要があるとの報告がなされている。再設計と生産設備の転換自体は1週間で完了できる、比較的容易なものであった。武装変更に伴い機種の 20cm の延長。 榴弾の新艦過敏による防発対策で機種上面外反を厚いものに変更。これにより機械重心が前進したため後部にバラストを搭載し、主翼を4センチメートル前方に移動している。また、胴体内タンクを95リットルで復活させた。このため燃料搭載量は595リットルとなった。翼内から機種への大口径機関砲搭載位置の変更は、 明中立向上と重量物の機体重心近くへの移設による旋回性能向上につながるものだが実際は改造による自重にして約 250kg の重量増加により飛行性能全般が低下している高度 6000m での最高速度は時速 590km から時速 560km へ 上昇力は5000メートルまで5分31秒から7分程度へと低下している。なお、351機目から増装化を100キログラム爆弾搭載可能なものにしたとする文献もある。本型は機体に大回収を加えているため、当初、三式戦闘機一型改めと称されたが、後に三式戦闘機一型艇となった。計画では、 機体番号4001から4900までの900機の生産であったが、後継の2型が間に合わず、機体番号5354機までが生産された。生産機数は1358機、または1354機と最多である。なお、首なしの機体は後述する波140搭載の2型のものが有名だが、波40の徹底的な改良という要因により、 供給が不足し、I 型についても1944年秋から首なしの機体が増えており、11月には最大の190機を数えていた。1942年4月頃より計画され、エンジンは、波40の改良型である波142、乾燥、主翼を、保護を内蔵できるように、再設計、翼面積22平方メートルのものとした。さらに、 垂直安定版を若干増積、胴体を 42cm 延長した。土位によれば、機能の確実化と整備の容易化にも配慮がなされた。武装は、保護 20mm 機関砲を4門、または保護2門に 12.7mm トル1032門を装備、最大速度時速 640km を目指し、上昇限度は 13,500m となる、はずであった。 さらに 30mm 機関砲、百155の搭載も検討されている。渡辺に売れば、六61と六6 1数は遠目にはよく似ているが、近づいてみると至る部分が異なっており、同一部分を探すのが困難なほどだという。1943年8月に試作機が完成、初飛行したが、エンジン、特に水ポンプの故障の頻発で実用化は遅延した。 1943年9月から1944年1月までに試作機を発揮生産したものの空戦性能もあまりかんばしくなく8号機も完成こそ1944年1月とされているが6月に至ってもやっと発動機空中試験を始める状況で最終的に計画は中止されたなおエンジン出力の強化に伴いラジエーターも 艦長を 250mm から 300mm とし、冷却力を20%強化している。武装によって、従来の 20mm 機関砲を2問 12.7mm 機関銃を2問、搭載したものを2型砲、20mm 機関砲を4問、搭載したものを2型打つと少識区別することもあるが、あくまでも構成に名付けられた非公式の名称に過ぎない。 1944年2月頃より計画が開始された。記録11通の主翼を1型艇のものに戻したもので、このため翼内武装も1型長と同等のものに戻っている。なお、大型主翼を採用した理由とそれを元に戻した理由は資料がなくよくわかっていない。従来の主翼にはサイズの問題で 20mm 機関砲、保護が搭載できなかったが、 これの搭載のために新たな主翼を用意した可能性のほか、飛行性能の向上のためとする説もある。怒りは大型主翼の飛行性能が歩く、速度向上の意味から元のものに戻したとし、渡辺は主翼大型化の効果があまり見られなかったためとする。歴史群像編集部では理由は明確に言及されていない。そのほか、主翼を元に戻した理由は、 コミネ文造が以下のような考察を行っている。当時の新型はエンジンの問題により全力を発揮した飛行試験が十分に行える状態ではないと推測され、比較により性能上の問題が露呈したとは推察しにくい。よって単に保護の供給不足により新型重力に生産を切り替えて、 これを搭載する必要がなかったから元の主翼に戻したのではないかとする説である。また秋元では単に一型町に8 4 0を乗せて各部を回収した方が良いとのことになっただけとしている。全備重量は3 5 5ラム増加した。しかし速度は高度6000メートルで時速6 1 0トル高度8000メートルでも 時速 591km と向上しており、上昇性能も一型艇より改善を見た。また武装は一型艇と同等だが、機種の 20mm 機関砲、砲後の弾数が、各120発から200発へと増加した。また燃料タンクの防弾能力を強化したため、翼内タンクが、合計265リットルから210リットルへ、低下した。波百四十を搭載した。 この機体は、従来のものとは異なり、完全武装状態でも1万メートルまで楽に、上昇できた。なお、2型機体は、航空審査部飛行実験部に所属する機体のほか、1944年11月、頃より、片岡はじめサブロー係長、掛長、または係長。現在でいうところの係長を隊長とし、川崎航空機のテストパイロットで編成された。 川崎防空戦闘隊によっても一戦部隊に先行して運用された。後者は一型機体と合わせ、1944年12月13日、1945年1月3日合わせ、B-29、B-25 合計3機、または4機の撃破を報告し、航空本部長から感謝状を送られている。そのうち B-293 機は片岡。 係長による戦果である。増加試作機が30機、または36機生産された後、1944年9月より、機61数回として量産が開始された。8 4 0が順調に量産され、初期の性能を発揮すれば機体が高性能を表す、ことも可能であったが、機体こそ374機が完成したものの、8 4 0に大きな問題が生じていた。 生産は遅延し品質も悪かった。生産台数は44年7月に20台納入の予定が8台、8月には40台納入予定が5台、9月には1台のみが完成したに過ぎない。こうした生産状況からは本機を実用機として戦力化することが極めて困難であった。航空審査部の担当、名取富雄大員は、 8 4 0を生産している川崎の明石工場に通い詰め不具合を調査したが、性能の維持は不可能であり、これに乗って飛んでくれとは、整備屋としてとても言えないといった惨状であった。したがって記録十一数回の生産は100機程度で打ち切られた。これは、整備条件の良い内地の防空部隊に限って配備される予定であったという。ちなみに新潟の正式化は、 生産の打ち切りが決定した後、間もない頃のことである。結局、エンジンを搭載し完成機となったものは99機で、あったが B-29 による爆撃で機体が破壊され、最終的に軍に納入されたのは約60機程度という状況であった。この後、川崎は、機61数回の生産を縮小し、4式重爆撃機を生産するよう指示された。結論として、 エンジンの不調及び生産遅延が3式戦闘機の大量生産を阻害した。製造番号について、秋元は5001以降が振られたとしたが、1945年1月4日付の川崎航空機作成の飛行機生産実績並み予定表によれば、1万番台が、岐阜工場製、1万5000番台が、市宮工場製、1万8000番台が、 都の城工場製となっている。反完成品となった3式戦闘機の残余である275機は首なしの状態で放置された。これらは後に空冷エンジンを搭載し、後日の五式戦闘機に改造された。定説では二型の機体の生産機数は374機、完成機が99機、5式戦闘機への改造機が275機である。 だがこの数字には、試作機の39機が入っておらず、また374機という数量には新工場で、ある、都の上工場で製造された分が、計上されていない。古峰によれば、川崎航空機工業株式会社、航空機製造遠隔、機体の部では、374とされており、実数は、やや多く機体生産がなされたのではないかとする説も、見られる。 また、昭和20年3月26日及び27日に、陸軍が川崎に対し実施した、機体側現地指導記録によれば、この時点での、首なし状態の3式戦闘機は1型及び2型、合わせて421機となっており、うち135機を5式戦闘機、14機を3式戦闘機2型に改造し、3式戦闘機の生産については、 当分の間月産を0機とする胸の指導を行っている。3式戦闘機2型はエンジンが艦長であれば性能自体は良好だった。土いによれば高度1万メートルにおいても容易に変態飛行が行えたと評価される。また本土で B-29 の迎撃に当たった第55戦隊の隊員らも 古川船隊長が故障を見受けられるが同条件なら P-51 にも引けを取らないのではないかと評価したほか、旋回性能だけは1型に劣るが、全体的に2型が上である高度1万1000メートルでも確実に飛行ができる、さらにはエンジンの故障も少ないと証言している。また、明野の飛行学校で行われたテストでは、急降下性能は4式戦闘機。 五式戦闘機を凌駕していた。五式戦闘機の登場後も新潟が完全に捨てられたわけではなく、五式戦闘機で当座をしのぎながら信頼性の向上を目指し、1945年6月に40機、7月に40機、8月に10機という補給計画が残されている。同じく機体を五式戦闘機に取られながらも、終戦直前まで少なくとも2個戦隊の充足。 戦力化を目指し細々と生産が続けられていたとする文献もある。しかし同時に1945年7月には生産の完全打ち切りと五式戦闘機への完全移行が決定したともされる。さらなる発展型として、機61数に大口径砲を搭載する、すなわち、8 4 0特エンジンに 37mm 機関砲を モーターカノンとして搭載する計画が存在した。これは、古峰2期61通部教として紹介されているが、現在までのところ、ウィキペディア編集者には、他の文献では、通型について、この故障は確認できない。ただし三式戦闘機一型については、陸軍現用試作機礎庫名称一覧表において、兵型と艇型の区分を竹強としている例がある。 この機体の翼内武装は廃止され、他の武装は機種に 20mm 保護が2門のみ、装備された。後にこれは Q88 と呼ばれるものとなり、1943年6月には、組み立ての開始が行える状態になったようだが、1943年9月、計画は中止された。後期になると陸軍からの要請を受けて、パイロット司会工場を図るために、 水滴型風防に変更された。この処置は中島の4式戦闘機を参考にして行われたが、97式戦闘機以来水滴型風防を用いてきた中島と異なり、川崎では技術の蓄積が浅く、機体と風防の接着をきちんと行うことができなかったため、パイロットは騒音に悩まされたという。従来のファストバック型風防のものを苦手こう。 水滴型風防のものを2型打つとするものや、従来のファストバック型風防を2型とし、水滴型風防のものを3型小縮別することも、あるが、どちらも構成に名付けられた非公式の名称に過ぎない。また正式名称不明であるものの、性能向上型である3型には離消出力1800馬力の二240の装備が計画されていた。 全幅 840mm の胴体に外形線 280mm の機種部を取り付けた後、式戦闘機。段差の処理に注目後式戦闘機は3式戦闘機のエンジンを星型空冷エンジンに換装した戦闘機である。1945年に正式採用された、正式採用されたか否かには諸説あり、詳しくは当該項目を参照。 前述の通り、波140の生産は遅延し、エンジン未装着の3式戦闘機が多数放置された。早急な戦力化のため、陸軍では、波140に変えて、波112通を搭載することを計画した。金星62型エンジン、陸軍名称波112通は星型空冷である、ため、 直径こそ 121.8cm と大きいが、離小出力1500馬力を発揮するものであった。これは広く、部隊に配備されている3式戦闘機1型艇のハ40が、発揮する1175馬力より強力で、ハ140の1500馬力に匹敵した。また、ハ112通には、水メタノール噴射装置も装備されていた。 航空本部や同井義氏は三式戦闘機の空冷乾装を前向きに検討開始した。軍需上の移行や川崎航空機のエンジン部門の実戦化への努力等、空冷化に対して考慮すべき点があったものの、戦局と生産の観点から、1944年4月、航空審査部は川崎に対し内々に三式戦闘機の空冷化を依頼した。また、 上記2型の戦力化の失敗により、10月1日には、正式に空冷化3式戦闘機、機100の施策が命じられた。3式戦闘機の 840mm の胴体に、直径線2 1 8 m、mm、m カウリングなども含めれば、外径線2 8 0 m m の刃112通を、いかに収めるかは、ドイツより輸入されていた、FW190A-5 の機種周りの処理を、 参考とした。エンジンと機体の接続部に生じる段差は下流を生じ、大きな空気抵抗となるが、この部分にエンジンの水力式単排気管を設置し下流を吹き飛ばし、最小限の成形のみで空気抵抗を低減する処理を施した。1944年の12月末には乾燥のための設計を終え、試作1号機は、 翌1945年2月1日に初飛行を行った。空冷化により全面投影量が増え、空気抵抗の増加により、最高速度が時速 580km となった。これは、期61通貫より時速 30km ほど低下していた。しかし、空冷化による水冷装置の撤去など軽量化に伴い、上昇力は4式戦闘機を上回るものとなった。 空戦性能は三式戦闘機を上回ると判定され、三式戦闘機一型長と比較すれば最高速度においても凌駕した。給与の策の空冷エンジンへの感想は大成功であった。第59戦隊のパイロットたちも三式戦闘機を装備運用した時期に比較し、五式戦闘機は敵新鋭戦闘機とも相当に前線できると評価した。また、 何より稼働率が大きく向上した。とりあえずの戦力化、稼働率の向上に加え予想外の高性能を発揮した機100は2月には5式戦闘機として正式採用された。量産機第1号は2月に完成し、3月には36機、4月には89機、5月には131機が生産された。生産の停止した3式戦闘機2型にわって、 陸軍の主力戦闘機となり、陸軍航空隊はこれを大歓迎する。だが、米軍の空襲のため6月は88機、7月は23機にまで生産が落ち込んだ。8月に生産された10機をもって生産完了し、試作機3機を含め総生産数は390機、または393機程度であった。ほか、生産機数は文献により、 諸説が存在する。ただし、ハ112通は、ハ140よりよく稼働したとされるが、やはり、新型エンジンであり、信頼性が抜群であったというわけではなかった。1945年7月に5式戦闘機を装備した第59戦隊の稼働率が48%、3式戦を装備した第55戦隊の稼働率が62%とのデータもある。 三面図出展、日本の戦闘機、陸軍編、航空機の原点精密図面を読む10、日本陸軍戦闘機編、学習研究者歴史群像太平洋戦士シリーズ61、三式戦、飛燕五式戦、P160 の折り込み。生き生きランドカタので展示される、波40、朝日と、飛燕五線切手終戦間際の1945年7月1日。 文献によっては8月1日、定止院が発行した五線の普通切手に3、式戦闘機、ヒエが登場している。定止院とは、戦時統合により発足した運輸通信省から5月19日に分離し、再発足した組織である。同切手は、繊維発用を目的に公募が行われた入選作品の一つを改作して採用された図案で、 太陽をバックに飛行する本機が描かれているため、朝日と飛延と、俗称されている。ただし印刷は、物資の欠乏により比較的簡素な平板印刷で、目打ちもノリも省かれた状態で発行された。また用紙も、白紙や、開白紙と異なるもので印刷されたほか、緑色だけでなく、青色で印刷されたものがある。この木、では GHQ から、 軍国主義的であるとして1947年8月31日付で使用禁止となった、いわゆる追放日手となった。もっとも発行当初は第三種日に一般料金用であったが、戦後はインフレーションのため使用禁止された時点では、実際に郵便で使用できないほど額面が無価値になっていた。本機の完全な現存機は現在日本国内に一機。 三式戦闘機二型が存在するのみである。この機体は1944年に川崎航空機岐阜工場で製造された二型の試作17号機である。戦争中、この機体は陸軍航空審査部所属であり、終戦直後にフッ佐飛行場でアメリカ軍に接収され、後に日本航空協会に譲渡返還されたものである。同機は戦後に大規模な修復を受け、 現在良好な状態で保存されている3、式戦闘機としては、世界で唯一である。この機体は、京王百貨店の太平洋戦士店や、遊園地での展示や、航空自衛隊岐阜基地での23年間の保管の、後、1986年からは、鹿児島県知覧町に対応され、知覧特攻平和会館に展示されていたが、2015年9月に、 岐阜県各務原市にある川崎重工岐阜工場に搬入されて修復を受け、神戸市での展示を経て、2016年11月に再び各務原市へ戻り、岐阜各務原航空宇宙博物館の増改地区が終わるのを倉庫で待ち2018年3月24日より本館内で展示されている。機体番号は従来、5017あるいは、 6万1217と推測されていたが、2015年から2016年にかけて行われた修復の中で発見された機体各部に残るステンシル跡から6117であることが判明した。日本にはこのか、高知県沖の海中から引き揚げられた機体が京都嵐山美術館にて胴体全部と主翼下駄のみという不完全な状態のものが展示されていたこともある。 また、海外では、オーストリア南部のワンガラッタ市の航空機復元会社に、川崎重工業の現役及び、OB 社員によるボランティアグループが協力して飛行可能なように、復元中の1型があるアメリカでは、フロリダ州のファンタジー・オブ・フライトで修復待ちの2型を見ることができるほか、バージニア州では、ジェラルド・イエーゲン所有の2型があり、同州運営の軍事航空博物館倉庫で、 修復中である。他にも、ニューギニア島のチェンデラワシ湾海底に残る機体と、主翼の一部が水中写真家の戸村博之によって撮影され、それが非縁であると使用処方、丸編集部の鑑定により発表されるなど、未だに太平洋の各地に残骸が存在する。2017年に入り、1970年代にパプアニューギニアのジャングルで発見され、 オーストラリアのコレクターが保有していた残骸がヤフーオークションに出品された。この機体は倉敷市の会社経営者が1500万円で落札し、11月30日に倉敷市にて引き渡された。俺は君のためにこそ死にに行く終盤の特攻機護衛のために出撃するが、回6回によってあえなく撃墜される。ありがとうございます。